安江信夫君公明党の安江信夫ですまず裁判所職員転移法の一部を改正する法律案について伺います 同法案では判事法の定員を40名減員するということになっております。平成28年には定員1000名であったところ、これが令和3年には897名、そして本改正法案では857名と、この6年で約140名の原因となります。改正の趣旨として、近年の事件動向および判事の住院動向 というふうにされておりますが、こう一口に申し上げましても、判事法の原因は、裁判の担い手である裁判官の原因でもあり、またそのまま将来の判事の減少にもつながります。このことにより、事件処理にあたりまして、将来において裁判官1人当たりの手持ち事件が増加するんではないか、またそれに伴って審理期間が長期化してしまうのではないか。 また将来的に判事となる者の人数を十分に確保し、司法を維持・継続することが十分にできるのか、ひいては裁判を受ける権利の保障がま減退をしてしまうのではないかということが、一般的には懸念されるのではないかと思います。そこで最高裁にお伺いいたしますが、今、私が指摘したようなこれらの懸念は当たらないという理解でよかったか確認をさせてください。最高裁判所事務総事務総総局局小野寺総務局長 お答え申し上げます今回の判事法の定員につきましては、住員が困難な状況が続いていることや、えー、直近の事件動向、令和3年4月6日、参議院法務委員会付帯決議等を踏まえまして、総合的に検討した結果、令和4年度におきましては、判事法四40人減員することとしたものでございますが、えー、将来の事件処理に支障をきたさない範囲での原因を検討したものでございまして、 今回のの原因にによってて事件処理に支障は生じないものと考えております判事につきましては、近年、民事訴訟事件の複雑困難化への対応として、合議制による審理を進めること、成年後見関係事件の増加への対応や、後見監督体制の強化を行うことなどを目的に、相当数の判事を増員し、着実に人的体制の整備を図ってきたところでございます。 判事法が将来の判事の急減になるものであることにつきましては、委員ご指摘のとおりでございまして、裁判所といたしましては、裁判官にふさわしい資質能力を備えた人材をより多く採用し、引き続き住院に努めてまいりたいと考えております安江信夫君。 ありがとうごございいます今ご説明いただ、いいいたたた理理由については理解いたしますただやはりこれによって司法の機能が減退してしまうことが断じてあってはなりません。外部的な環境によりやむなく減員をするという消極的な理由ではなくして、事件処理の合理化、効率化を高めた結果、減員をしていきますというような、こういうような体制の方向性になるように、努めていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 またこの事件の事件処理の合理化、効率化とも関連をして、審理期間の長期化に対する対応状況についてもお伺いをします。 平成15年に制定されました裁判の迅速化に関する法律等に基づいて、裁判の迅速化に努めていただいているものと承知をしております。同法は第一審については、2年以内に事件を終結するという目標を設定しておりますが、私自身、裁判実務に携わってきた一人でありますけれども、2年程度、裁判に時間がかかるということは、裁判官や弁護士の立場からはまあまあ,あることでありますが、実際に訴訟を利用されている当事者の立場からすれば、1年とか、 2年とか、まあ、裁判に時間がかかることについては、まあ、事件の内容にも入れますけれども、長すぎるという感じか長す長すぎると感じる方が多数なのではないかなというふうに思います。またこの審理の長期化が裁判を通じた権利の実現を求めるにあたっての大きなハードルの一つになっているというのもあるのではないかと感じております。 その意味におきましても、できる限り早期に事件を終結、事件を終結していくということは大変重要であり、審理の充実を担保しつつも、終局に至るまでの審理期間の短縮につきましては、訴訟当事者、そして代理人弁護士をはじめとした訴訟当事者と、また裁判所の不断の連携、共同も重要と考えます。裁判所におきましても、審理の迅速化について積極的に取り組んでいただきたいと存じます。 これに関連しまして、令和3年4月6日の党委員会における裁判所職員転移法の一部を改正する法律案に対する付帯決議の第1項では、 民事訴訟手続きの審理期間および合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組み、その上で目標達成に必要な範囲で削減を含め、裁判官の転位整理を行うことと定められたものと承知をしております。迅速かつ充実しした審理理をを通じ法のの支配の原理を確立し 国民の裁判の受ける権利を充実させるためにも、党府対決議は重要と考えます。そこでお尋ねしますが、審理期間の長期化の検証と、審理の運用手法および制度の改善に向けた検討状況について、裁判所のご見識をお伺いします小野寺総務局長。お答え申し上げます。民事第1審訴訟事件の平均審理期間の長期化の原因につきましては、種々考えられるところでございますが、 例えば医療関係訴訟、建築関係訴訟、労働関係訴訟等と言いました、平均心理期間が長い事件類型につきましては、相当に複雑困難な事件が多く含まれておりまして、これが平均心理期間の長期化の一つの要因となっているというふうに考えられます。 合議体による審理を活用することにより、適正かつ迅速な処理が可能となると考えられますところ、複雑困難事件等の合議体で理審理すべき事件を適切に合議に付して、訴訟関係人の理解と協力を得つつ、争点中心型審理の実践に努めるとともに、裁判官が適切な訴訟指揮権を行使して、 周期を見通した計画的な審理を実践できるよう、争点整理や合議の充実、活用について、各種協議会等を通じて議論を重ねているところでございます。また、裁判の迅速化に関する法律に基づきまして、外部有識者による検証・検討会における意見等も踏まえながら、制度面、運用面を含めた多角的な検討を進めているところでございます安江信夫君。 ありがとうごございいままししたたた丁寧に答弁いただきました前段の審理の長期化の原因で、複雑性、専門性の高い事案が増えているというご指摘もありました、当然、現状も取り組んでいただいているところかと思いますが、そうした専門訴訟にも対応できる人材の育成、そうした裁判官の要請というところにも、引き続き積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。 いずれにしましても、世の中全体がデジタル化が進んでおります、社会全体の流れ、あるいはビジネスの流れも迅速化していく中にあって、司法の機動力が球体依然としているという状況は避けなければなりません。司法が世界標準にもかない、信頼され、そして使いやすい、このように評価されるよう、引き続き審理の充実が担保された形での裁判の迅速化に取り組んでいただきますことをお願い申し上げます。 続きまして、放送要請機能の向上、また、法制死亡者の状況についてお伺いいたします。判事法の原因の理由としても、先ほどありました、判事法の定員の充足ができないということがあります、すなわち司法試験合格者からの裁判官の希望者が減少しているという状況があります。先ほど前山委員のの質問の中にも裁判官ががとといいうことであまり人気がない 順位というようなあの発言もありました、えー、人気がないというのはちょっと語弊がありません、ね、すみませんはいなかなか高くないという、えー、そもそも司法試験受験者も減少傾向が続いております死亡者の減少により放送の質が低下してしまわないかということも懸念されているところですこれに関連しまして先ほども指摘させていただきました二重決議の第4項放送要請機能の向上と放送死亡者の増加に向けた取り組みを加速化させること等が示されております 有意な人材を多数放送会に輩出していくこと、それは我が国における法の支配の原理を強固なものとするために、極めて重要な観点であると思います。このさらなる放送要請機能の向上、放送死亡者の増加に向けた法務省の取り組み状況を確認させてください。法法法務省大臣官房竹内司制部長お答えいたします 委員御指摘の付帯決議につきましては、平成27年6月の放送要請制度改革推進会議決定に基づきまして、法科大学院の集中改革に取り組んでまいりました。現在、放送資格取得までの時間的、経済的負担を軽減し、かつ予測可能性を高めることを内容といたします、放送要請制度改革法が段階的に施行されているところでございます。 そして来年、令和5年でございますが、あの司法試験からは、新たに法科大学院在学中の者のにも、一定の場合に司法試験の受験資格が付与され、法学部3年と法科大学院2年のルート、いわゆる3プラス2の制度と呼んでおりますが、これを経た者の,の受験も始まるところでございます。法務省といたしましては、引き続き関係機関とも連携しながら、法科大学院教育等を一層充実させるための支援や、 この3プラス2の制度のさらなる周知を行うとともに、放送志望者の回復に向けまして、放送の魅力や幅広い分野での活躍についての積極的な情報発信などにも取り組み、より多くの優位な人材が放送を志望していただけるよう観光、環境づくりに努めてまいりたいと考えております。安江信夫君 えー、ありがとうございましたあの繰り返しになりますけれども、あの放送の要請、えー、優位な人材を送り出していくこと、これはもう将来にわたって、我が国の司法の基盤を維持し、法の支配の原理を強化なものとするために、まあ、重要であるという、まあ、こういう観点を持って、えー、力を込めて推進していた,だきたい,といただきたいというふうに存じます。えー、またこれに関連して、放送の質というテーマについても一問伺いたいと思います。 先ほど公表されました放送の質に関する検証結果におきまして、その結論として、現行の放送要請制度下で廃止された放送の資質、能力やその活動の低下を招いている具体的な影響を見いだすことはできなかったと分析された旨、承知をしております。もともこうした分析の必要性そのものを否定するわけではありませんが、より重要なことは、 放送三社が現下の社会情勢を踏まえて、国民、市民から求められている職責を現に果たしているかという観点からの普段の分析と、また、普段の、普段の計算が重要かというふうに思います。その意味におきましても、放送三社の資質および能力の向上につき、弁護士については、弁護士自治の名のもとに弁護士会が、裁判官については最高裁が。 検察官については、検察庁がそれぞれ第一義的な責任を担うべきものと考えます。そこで今日は、最高裁および検察庁に対しまして、放送の質を向上させる必要性のご認識と、そのための近似の具体的な取り組みについてお伺いします最高裁判所事務総局、徳岡人事局長。お答えを申し上げます。ご指摘のとおり、裁判官はその職責を果たす上で、資質、能力を向上させていくことが重要でございます。 裁判官としての資質、能力を向上させるためには、何よりもまず日頃の執務において、具体的な事件処理を通じて行う自己検査が中心となりますが、そのような自己検査を支援し、裁判官に幅広い視野や専門的知見を身につけさせるために、司法研修所においてさまざまな研修プログラムが用意されております。また、裁判所の外部におきまして、若手の裁判官に多様で豊かな経験を積ませるということを目的とし、 民間企業等等へのの派遣弁護士職務務経験海外留学行行政省庁での勤務等を行っております今後とも日頃の事件処理に地道に取り組むということを中心としながら、研修等を効果的に組み合わせるなどとして、裁判官の資質能力を高める取り組みに努めてまいりたいと考えております法務省、河原刑事局長。検察官の関係で私からお答え申し上げます。 検察が国民の信頼に応え続けていくためには、時代や社会情勢の変化を的確に捉えつつ、事案の真相を解明し、適切に検察権を行使するための資質及び能力をさらに向上させることはもとより、新しい犯罪事象にも適切に対処するための専門性や対応力を強化するため、組織として不断の取り組みを行っていくことが重要であると認識しております。そのたために法務省といししましては 検察官の経験年数等に応じた各種研修を実施し、検察官として必要な知識、技能を習得させ、能力を向上させるとともに、広い視野と指揮権を養うための啓発等を行っているところでございます。また、先端の知識を習得させ、専門性を向上させる観点から、これらの研修の中で、例えば、増加し続ける児童虐待事案等に適切に対処するための児童の児童事情聴取方法等に関する講義演習等、 検察官の捜査広範能力を向上させるためのさまざまなカリキュラムを取り入れているほか、デジタルホレンジックの技術の習得や、医療事犯等に適切に対処するための各種の専門的研修を実施するなどしているところでございます。安江信夫君。ありがとうございました。引き続き続放送の質のの質向向上上に向けた普段の取り組みをお願い申し上げます。 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案についても、一問お伺いします。今回の改正の趣旨を踏まえて、裁判官のワーク・ライフ・バランスの確立を一層推進すべきものと考えます。 裁判官につきましても、まあ、その職務の性質上、長時間の労働になりがちで、自宅に仕事を持ち帰って帰案をすることも少なくないかと思いますし、私の裁判官のあの知,知,知事もですね、やっぱり持ち帰って帰案をすることってのはまあ一般的にままあるというふうにあの聞いているところでおります。引き続きの改善を求めたいというふうに思います。まあ、そこで、えー、裁判所に対しまして、裁判官のワークライフバランスのさらなる確立に向けたあ取り組み状況をお伺いするととも。 主に労働時間の把握状況についても私からも確認をさせてください最高裁判所徳岡人事局長お答えを申し上げます裁判官のワークライフバランスは重要であると考えておりまして各庁の事件動向等に応じた裁判官の配置に努めるとともに各庁の実情に応じて担当事務の分担の仕方を工夫するなどの配慮を行うほか 仕事と育児や介護等の両立支援制度の周知に努めるなどして、積極的に取り組んでいるところでございます。今後ともワークライフバランスを実現できる執務環境の整備に努めてまいりたいと考えております。裁判官の勤務時間あ務、失礼しました。裁判官の勤務時間につきましては、裁判官の職務の性質上、勤務時間の定めがなく、裁判所として個別具体的な裁判官の勤務時間の管理はしていないところでございますが、各地の裁判所におきましては、 個々の裁判官が休日や夜間にどの程度仕事をしているのか、裁判官の手持ちの事件数や内容を含めた負担の程度について、武装活裁判官をはじめする周囲の者がさまざまな形できめ細かく把握するよう努め、必要に応じてその働き方について指導を助言したり、事務負担を見直したりするものしているものと承知をしております。今後とも個々の裁判官の状況等を把握し、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めてまいりたいと考えております。安江信夫君 ありがとうございました先ほど、前山委員からもだいぶ突っ込んで、さまざま質疑聞いておりました、やはり裁判官の独立性を犯さない範囲で、その実態の把握の、えー、さらなる、えー、把握にですね努めていただきたいということを、私らもお願いをしたいと思います。えー、最後に一問だけ、えー、ちょっと法案を離れて、一、えー、問だけちょっと質問させていただきます。えー、いわゆる、えー、同性パートナーの在留資格についてでございます。 現在日本人との同性パートナーである外国人については、配偶者としてはもとより、特定活動による在留資格による入国、在留も認められていないものと承知をしております。もとも双方外国人の場合は、現行制度のもとでも、当事者双方の本国で有効に婚姻が成立していれば、特定活動の在留資格が認められております。しかし、本邦に入国を希望する当該外国人の立場からすれば、配偶者の国籍が日本人か、あるいはそうでないかによって、取り扱を 扱いが異なることは法の一般原則たる平等原則の観点からも不適当ではないのかなというふうに考えておりますまた同性婚を制度化する諸外国が増えていく中で日本国内のその制度化の是非の点は置いておくとしても多様性を尊重する国際社会における態度としては望ましくないのではないでしょうか、えー、さらには同性婚をしている優秀な人材が外国人材が現行制度のもとでは我が国では活動が阻害されていることも看過できません、えー、少なくとも日本人との同性パートナーである 外国人についても、少なくとも相手国において有効に婚姻が成立しているといえば、双方外国人と同様の取り扱い、すなわち特定活動による在留資格を認めるべきものと改めてお願いを申し上げます。古川大臣のご所見をお伺いします古川法務大臣。日本人との同性パートナーである外国人について、配偶者ないしはそれに近い地位にあることを前提とした在留資格を付与すべきではないか、そういう問題意識からのご質問と、 受けたまりま,した、えー、まずですね、我が国の入管法の考え方といたしまして、配偶者内しはそれに近い地位にあることを前提とした在留資格を認めるためには、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、我が国においても配偶者として扱われるような関係性にあるものであることが必要でございます。同性婚の当事者がいずれも外国人であって、それぞれの本国で、 有効に同性婚が成立している場合は在留資格を有する外国人の同性パートナーについては、本国におけるのと同様に安定的に生活できるようにとの配慮から、特定活動の在留資格による入国、在留を認めているところでございます。これに対しまして、当事者の一方が日本人の場合には、我が国において法律上、同性婚が認められていないことから、 仮にパートナーの本国において同性婚が認められていたとしても、我が国において公的な手続きを何ら取ることなく、関係を解消できるということになるわけです。そのため、身分関係の明確性、確実性の点などに課題がございますことから、現在の運用として、そのパートナーには特定活動を含め、在留資格を認めていないところでございます。ただ、委員ご指摘のとおりですね。 同性パートナーの在留資格のあり方につきましては、さまざまなご意見があることも十分に承知をいたしております。今後、先ほど申し上げた課題への対応も含めて、さまざまなご意見を十分に踏まえ、委員のご指摘も踏まえて、ですねしっかりと前向きに検討してまいりたいと考えております安井君、時間が過ぎております、はい、前向きな検討をお願いしまして、私の質問を終わります。 い私。